から今回は。はい、オープニングお願いします。バットチャンネルのカリです。今日は空港着きました。イエーイ。どこ行きます？日本。それでは日本にレッツゴー。なんかあんまり人おれへんね。人少なくない？今は私ら10時50何分ぐらいのになるんやけど、まずどこに行きます？シカゴ。シカゴに行きます。冷蔵庫に余ってたイチゴを持ってきました。どうですか、いちごは。お腹の痛みがなくなった。ごめんなさい。うわ、なんか落ちたで。ジュースてら、おいしい。何も食べないで出てきましたから、どうせな、これ食べてしまわんと取られちゃう。なんで溢れちゃう。はい、チェックイン済みました、はいはい、次どこ行くか分かります？持ち物チェック。持ち物チェック。あ、お金持ちの子供お金持ちの庶民の子供だから、あなたたちはひどいよ。普通の子供絶対剣のやつ取れるよ、私。ほら、私剣のやつ持ってるじゃん。ちょっと行ってみましょう。ハリちゃんはおもちゃの剣を所持しております。ダメだよ、絶対取ろう、取ろう。また今日は空いてんな。なんなんこれ。去年と大違い。去年結構大変やったよね、ここら辺。セキュリティ通ります。ジャケット持ってなかった。ハリちゃんのバッグがチェックに入ってしまった。要チェックの方に行ってしまった。いや、見ずやと思う、ハリちゃん。サリーちゃん。メモは取れない。ダメだって。よかった、刀は大丈夫だよ。刀は大丈夫だよ。なんで。 Thank you。 なんで刀を取らないんだ。セキュリティの人はフレンドリーになった。すごいベンディングマシーン見つけた。見て、フレッシュサラダがこうやってギヤーって入ってる。タコ、え、食べたくない。すごい。やめてよ。結構後ろやで。もうな、うるさい家族はみんな後ろよ。決まってんだよ。38やったっけ。めっちゃ後ろやっぱりな。ラストセカンドっていうか、ラスト2っていうか、ラストセカンドっていうの、こっち2セカンド2ラストっていうの。テラはね、横の窓のシートに行きたいって言ってるけど、うちはここ5人も座って。あ、書いてる。あら、本当だ。お母さん、早くご飯に食べたい。早くご飯食べたい。今日、これはね、ご飯出ないわ。早く飛んでいってあげよう。飛んでます。もうすぐ飛ぶよ。ほら、飛んだ。
出せへんなったんやな。あのね、言ったよ、短時間で出した瞬間でまたあれだよ、あの下っていくから出さない、ね、そう、出さないことは一応ご了承くださいって言ってたよ。あ、言ってたんや。ほんまに聞いてた。英語の放送聞かなくなった。聞かない。いや、でもまあ比較したらあかんけど、 JAL は大阪東京間出したで。ねえ、花おしぼりも。Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye. フットマッサージの機械を見つけました。え、お金払うほどいいかね。え、いくら？5 cents。わけないよ。俺のスーツケース、今スーツケース出してくれてるよ。ほら、ね、次のところに持ってってくれんやで。ありがとうねって。ブラしかないやで。アナに乗る。アナ、アナはアナに乗る。アナやけど、コードシェアやけど、機体はユナイテッドだよね。そう、ユナイテッドの機体やったらユナイテッドが勝手にするの。アナは知ったこっちゃないから、いろんなもん出すの。ポップコーンだね。そう、あ、ポップコーン、それホットドッグだよね。あんた、いろんな空港会社に乗って人生楽しんでください。いいも悪いも、あの今のところ私楽しんで。やめようよ、タダで食べれんのに。やめて、お金使わないんだよ。使ってるよ。いや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 、もうこれ以上。いや、え、美味しい。ユナイテッドってさ、最後いつ乗った？もしかしてむちゃくちゃ良くなってるかもしれないじゃん。むちゃくちゃサービス良くなってるかもしれないでしょ。ユナイテッドのサービスそんなから良くなってない。大きい声で。じゃあ、はいはい、もうお父さんがやる、お父さんがやる。針がしたい。ありがとうございました。針がしたい。もしかして悪くなってる可能性の最悪や。そっちの方が可能性が高いと思う。えらいこと。テラ叩かない。叩いた。針ちゃん叩いたの。ごめんなさい。いや胸にキスした。キスにした。ごめんねの気持ちがあったよ。はい、ちょっとダラダラしてるだけでボーディングの時間になりました。今回のスケジュールは本当に最高です。羽田に参ります。3時39分。見てアライバル。あれ、テラさんは？あれ？あった。もうテラはすぐどこか行くからよ。今回ストローラー持ってきてないからな。すごいねテラ。さあ、子供ワイワイゾーン行きましょう。だいたいみんな後ろで子供はワイワイするから、子供ワイワイゾーン。ワイワイゾーンまで39。はい、子供ワイワイゾーンまで。ワイワイゾーンまで39列あります。ちなみにカナダのトロント空港は、うん、YYZ っていう空港なんだ。そうだよ。座席、何もないんだね。あれ何それ。緊急の出口なんや、これ。だから開けてんや、どうしても。緊急の出口や。ちょっとなりますので、ご質問がございます。お客様は後ほど。何見て、ハリちゃん。何見て。あ、ティーンタイタン。レンちゃんは同じもん見て。同じもん見て。開けてみよう。
食べてるみたいな味。おはぎみたい。米やなこれ。インドのものなんだこれ。辛い。辛いよ。あともう一つあるけど、なんか日本っぽいよ。なんかスタッフの人が日本人だよねえ。あ、この締めっぽいところも日本っぽいのに、締めっぽいよ。今日は雨でした。羽田を着きました。もうハリちゃんは酔ってますよ。そう、まっすぐ行ってパスポート見せて、いろいろありましたが、もう割愛しましたけど、いろいろありましたけど、もう着いた途端ボーリングも始まってましたよ。え、いらっしゃいませ。もう立ったの仕方ない。あ、ペラもらってちゃんともらった。えらいじゃない、えらい。さあ行こう、行こう。ありがとうございます。ちゃんとするやん、偉いね。シートベルトしました。
久しぶりです。今回もちょっとお世話になります。おじいちゃん飲んでる。あ、やります。やります。